こんばんは。ハーフツイン配信どうですか。ハーフツイン住みにくい。どうしよう。なんかどうですか。リボンつけた。カラオケ招き猫で配信してます。あはは、あはは。は キュルンとしております。見える。やぼー。こんばんは、こんばんは。カラオケ尊い、ありがとう。かわいすぎて、事故らんでね、車で。事故らないでください。こんばんは。久しぶりにハーフツインをしました。似合ってますか。ちょっとツインテールに見える。明日も配信しようかなと。あ、明日でも、もしするとしても多分30分ぐらいになるかも。しかも22時とか、22時から22時30分とかになるかもしれない、ね、それでもよければ来てください、皆さん。うん、なんか普通にハーフツインしたいなって思って、あのでなんかツイートしたらさ、あの配信で見たいっていう人いたから、だからちょっと、それは確かにハーフツインするんやったら見たいやよなと思ってハーフツインです。ツインテールは二十歳までで、あなたが言わないで、おばあちゃんになる時までずっとこぼしていたいのよ。これでもカラオケあれだもんね、歌えないもん。あ、でもあれか、お、ん？あれだったらいけるのか。あのなんだ、カラオケで無音で流して歌、マイクだけ使うみたいな。いいね、いいか。ちょっと一回だけ流して。よっこりしい。マイク、あ、あ、テス、あ、あ、て、ん？あ、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 あれ？あんまり、あ、そっか、マイク消しちゃった。なんか一曲だけ歌いたい。え、何がいいかな？あ、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 何が聞きたいんですか？ツインテール、ツインテール、ツインテール、最強ツインテールってさ、私歌えるのかな、歌えるのかなって分かんないな、ね、最強ツインテールじゃないけどね、まずね。あ、あ、ちょっと一回やってみる。でも多分あれだと思う、あのまず、あ、違うわ、これで採点しないと分かんないよね。採点、え、いけるか。まあ一回やってみるか。君の好きな採点いけるかな。最初どんなんだっけ。体育館の、あ、あ、曲が流れてた。あ、ちょっと待って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 、体育館の階段は下級生とすれ違う唯一の場、昼休みに何度かよっただろう、さりげなく君の姿探
探してたんだ。ごめん、あんまかんない。キッキッ。え？あれ？ミュージックか。君が来た。僕の好きな最強ついて似合いすぎて休止する。なんで二つに結んだの。男たちは組だけ。今日の君は最強ついてもっともっと好きになる。今世界で一番可愛い人。こんな感じ。サビだけ歌えばよ、サビだけ歌えばよかったね。はい。どうだよ、難しかった。僕の好きな最強をついて結んだの。男たちは首だけ。懐かしい。これとあのあれやった。法定速度と優越感。イェイイェイイェイよりもウォウォウォ。スピードをつかないでゆっくりと。イェイイェイイェイよりもウォウォウォ。さこちさこちさこちこち見て。法定速度と優越感。いらないついてる。あイコラブさん。こんばんは、みんなこんばんは。いい。アカペラは OK。 ミピムサブとサカマちゃんさんありがとう。ゆう。ヨールマドリッドさんもありがとうございます。最強ついて似合いすぎて休止する。マリーゴールド。あ、そうそう、レッスン上で歯削る。頑張って。歯が、歯を削るのは痛いし怖いと思うけど、絶対に、まあ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 、そうね、あの麻酔があるとは思うけど、麻酔のね瞬間痛いと思うので、あのその時はね、あの私の顔を思い浮かべてもうグッて、あの一瞬なんでね、痛いの一瞬なんで、本当にもう深呼吸して頑張って頑張って。クロミちゃん確かに麻酔なし。痛いね、もう本当に。じゃあもう本当もうっていう顔をして耐えてください。はい。はい、しみりゃ嬉しい。マリーゴール、マリーゴール。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと。懐かしいと笑えたあの日の恋。もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を。雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて抱きしめて離さない。頑張っていってらっしゃい。つねちゃんさんありがとう。くまったくまった、売りすぎてくまった、ありがとう。いや、顔BPM さんおっぱありがとうね。みんなと思います。あ、島先生ミラーボールありがとう。そう、デュエットしましたね。1億年と2000年前から愛してる。東京行く、確かにみんな東京来る。東京ですね、みんな。かわいいありがとう。かわいいさん、花束ありがとう。かわいいありがとう。ヨーマイクさん、そう、しのちゃんめっちゃ歌うまいんすよ。歌いは、これなんでしょう。
さあちょっと目を閉じて僕の腕に捕まっておいでよ君が残す君の絵が盗むやつから君を盗むのさ。カラコン買いましたか？カラコン買っておらんです買えたらおらんけど、なんかね、ワンデー、あ、じゃあワンデーじゃない、ワンマウス1ヶ月の使ってます。あのね、なんだっけな、そう、忘れた。パッパッパッ、なんか韓国のやつ、パパリナ、パパパンなんとかみたいな、ウォニョンちゃんがモデルしてるカラコンのとこのワンマウスのベージュです。ね、月末早くない？ピヨ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 。あ、そう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 、回答正解、正解こ、キラキラ流星にまたがって、私たち花火みたい、心が光、心が光の矢を放つ。キラ回答そうです、キランキラン。このまま君を奪って春風に乗って、宝石みたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげるあげる。ハーマンさんこんばんは。受験さんに髪色、髪色なんかちょっとね、なんかね、なんか黒じゃなくなってきた、どんどん。そんなことない、まあ黒は黒だけど、なんかこんばんは、こんばんは、すみちさん、ロレヒロさんねえ、らしいね。そうそう、ランカちゃん、かまちゃんさん、ありがとう。パパクリス、あ、そう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 、かわいい、ありがとう。町田さんもありがとう。俺だから、全然そんなことない、全然もうこれ終わったら帰宅です家に帰宅します。アイドルなんて言います？え、わかる、アリちゃん、アリちゃんいるか、ピンクのやつだっけ、ピンク入ってる、言われて、いってらっしゃい、いらっしゃい。そう、茶色っぽく、 18? あ、お箱ね。そう、ピンクみ、あ、ほんと、なんかね、紫ちょっと生えてるらしい、綺麗な、ほんと。早くね、みんなにあの風花ちゃん、松村、次の舞台のアサルトリリー新章第2弾の松村風花ちゃんのあのビジュを見てほしい。まだ撮ってないけど、もうちょっとで撮るので、多分すぐ撮ったら公開されると思うので、はい、うん、そうGive me chocolate。 そうなんです、つっけんネバネバネバ、チケラチョコレート、チョコレート、ちょちょちょいいかな。そう、ビジュアルなんです、赤。もうちょっとです、もうちょっとで、お待ちください。皆さん多分その方と同じタイミングで撮るんじゃないかなと思います。はい、楽しみですが緊張します。いい風花ちゃんになれるかどうか、いい風花ちゃんっていうのが何かわからないんですけれども、可愛くなれるように頑張ります。チョコありがとう、こちらこそ。ウィッグもかぶってない、まあ多分ビジュアル、あ、違う違う違う、一回あのフィッティング衣装の採寸とか合わせみたいなのとウィッグもしたんで、かぶったことあるんですけど、それを撮ってちゃんとメイクして撮影はしてないから。めちゃ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 数メタルです、モアみたいです。はい、楽しみに、多少引っ張れ、ほんと楽しみにしといてください。しおり、確かに春るる、わかんない、春るる、
分からんな。うん、なんかあるかな、なんかあるかな。ちょっと探して。でめっちゃ履歴見ちゃうんだよね。うわ、私ね、めちゃおはこなのか知らんけど、これさわのね、タバコっていう曲歌ってる、歌うこと多い。てんてん、確かに。そうだよ、ね、ほぼほぼついんだね、今。これでこうやって、こうやったらもう、ふうかちゃんです。フリーレン、あ、フリーレンの主題歌、ちょっとどうなんだったっけな。フリーレンで、全部とりあえず見ました。そう言ったか、うん、うふふ、ポコポコリボンか、ポコポコってなんやねん。あ、くそね、わかる、かわいい、ありがとう。嬉しい。タバコの名前、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって、その言葉が君には重かったの。アイジさん、ピカピカ10個ありがとう。君の置いていったタバコ、セブンスター、セブンスターだっけあれ、ね、あ、ヘビースモーカーか、あれセブンスター、セブンスターね、ありますよね。私もコンビニ、セブンイレブンで少しバイトしてたので、タバコはね、少しだけ名前は、名前だけわかるっていう。でもあんまり知らない、なんか覚えてない、そこまで。こんばんは、こんばんは、二人ともこんばんは。うん、ピカピカ3つありがとう、あゆみさん。わあたしを彼女にしたいなら、スーピンまで愛してね、私を彼女にしたいなら夢ばっか見せないでね、ね。番号、そう、番号じゃないとね、わかんない。セブンスター、ヘビースモークでも自分さたならば、その口に私がチュッてして拘束する。25日はね、オーディションもあるんですよ。稽古もあるんですけど、めちゃ不安です。頑張ります。でもタバコ吸う本吸ってた、私多分吸わないですね。多分ここに持ってこられても吸わないです。ふう、やめろ。そんなことをしてくる人は近くに寄せつけません。嫌です、もう死んだ目で見ます。で、切ないやつ好きね。そうなんだよね、なんかそうなんだよ、切ないの好きなんだよ。だからバックナンバーね、もうもう刺さる、なんかうわ特にその恋愛というしいうものはしてないんですけど、なんか急に、なんかわかる、なんかもうね、そのね、世界観に浸れるの、見て。そう、あっちゃんさん、初見さん、こんばんは。友達欲しい、友達欲しい、友達が欲しいんです。私友達が少ない。なんかね、しかも私なんか気軽に誘える友達が少なくて、なんか自分たぶんなんか断られたら嫌だからあんまり言えないんですよ。しかも結構この日明日遊びたいとかなんです、私結構。だからそれが難しくて、明日の予定ってさ結構埋まってたりするものじゃん。だけど明日遊びたい、誰か空いてないかなって感じになってしまうから、それよりはやや、ミッション頑張ります。あれしてありがとう、先日頑張ります。こんばんは、こんばんは。友達いっぱいないんです。あー、そう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 、あー、だいたいあーとかうんとかついとったらもうあのバックナンバーいい曲多いんで、そうで、あの最新のね曲もね入ってたんで、最新、待って、なんだっけ、はい、どんな、あれサビどんなだっけ、うわ、さっき聞いとったの忘れた。
そういうと季節に合う曲、あ、わかる、そうなんですよ。もうね、冬はね、私大体失恋ソングしか聴かないかも。まあ、そんなこともないと思うけど、基本バックナンバーなんで、バックナンバーね、冬がね、本番なんで。そう、あゆみんならいけるでしょ、あゆみんならいける、確かに、もあるね。そう、あゆみんね、雨言っていいか分からない、雨だとね、全然会ってくれないんです。雨になったらダメなんです、あの人は会えないんです。そう、本当に。アニメのタイトル、ちょっと待って、何なんですか、これな、友達が、そうなんかもうお互いもうめちゃくちゃ求め合ってる友達みたいな、あゆみみたいな人が、あともう一人か二人ぐらい欲しい。何でも言えるし、なんかそのいつでも別に連絡普通に軽くできるし、何もこう気を使わないというか、そう、忙しいからね。かまちゃんさん、ありがとう。冬と春ってタイトルなんだっけ、ん、春、ランキング、あ、その冬と春の、私を探していたのにだ、道中でその子を見つけたから、いさびは、あ、これだ、あ、春がそっと雪を溶かして今見せてくれたのは、選ばれ、あ、これも最後や、枯れたハスの枝に積もった雪、咲いて見えたのはあなたと同じだとばかり、そう、ああ、春がそっと雪を溶かして今見せてくれたのは、選ばれなかっただけの私、あなたが良かっただけの私、あ、悲しい。で浸ってます、金ないけど時間割れてどうせ、あ、大事ね、分かんない、なんで失恋ソングデフォなのか分かんないですよ。なんでだろう、アニメのキャラクターには一生振り向いてくれないからかな。あ、今ね、ブルーロックを、私は寝る前のアニメ、今何見てる、私はブルーロックを見てます。遅いじゃん、遅いんだよね、なんかね、バローと、あ、ネタバレかも、今もうね、あるか、そのバローっていうキャラクターと主人公タッグ組んだみたいなところぐらいまで見てたんですけど、だけどそっから見てなくて、ただそのリアルタイムで見てたんですよ、その時は。で、リアルタイムだったし、急に離れると追わなくなっちゃうから、一気見しないとダメで、だから1話からとりあえず今、そう。家好きだね、雨対決、そうらしいよ。濡れると、あれじゃん、ランマ2分の1やん。小姫もどうだろう。誘えるけど、なんか余裕持ってやっぱ誘わないとダメかなっていう、次の日とか、あさってどうとか、明日とかどう、今日どうみたいなっていうのはちょっと多分ダメかなっていう。失恋ソング集すごい、確かに私もそうなの、なんか特殊、もう決まってないのが一番ちょっとね、ネックだよね。島先生ありがとう、ミラボル、こんばんは、おやすぎかて、今天狗さん、かわいい、ありがとう。いや、春菜さん。バナナの涙、マリーナとナスとも、はい。ただ、女性視線で歌えるし。いや、本当にそれね、アンケート取ってんのかなみたいな。奥さんに聞いてるんじゃない。頑張ってください。ズミカさん、ありがとう。片思いのね。何なんだろうね。何でだろう。曲作っ
ってて本人が病んでるといい曲いっぱい。確かにやっぱね、闇って大事だと思うんだ。病んでると人ってね、覚醒するんですよ。あのね、世界観がやっぱできるじゃん、病んでるとね。そうだから、絵がその時に描いた絵がよ味があるとか、その時になんか発言する言葉ってなんか重みがあるとか。だから私はもうなんか絵描きの方とか、そういうなんかアーティストの方って基本や病んでるんじゃないか説を唱えていきたいと私は思う。ブルーロックの推しはちょっとまだ決めれてないです。ちょっとあれはキャラクター、好きになりそうなキャラクターが多すぎて選べないです。そう、寝る前にアニメ見るでしょ。それは怪獣8、8ね。あれってグロいやつなの？全然あんま分かってないけど。また映画、あ、映画やんだ、映画やんだ主人公でいいよ。なんか主人公さ、なんか可愛い、可愛くてさ、頑張るぞみたいな、もう熱、もうなんか正義感強いキャラクター多いじゃないですか。だから好きになってしまうんですよ。そうなんですよね、アニメのキャラクター。まあさ、本当にアニメのキャラクターを好きになりすぎるとダメなんですよ。本当にあの虚しくなっちゃうんですよ。もうなんか、いや会えないなみたいなそう、一回ね、それで私もなんかもう、え、なんでこの世界に私は行けないんだろうみたいななって、そう、なんでなんだろうみたいな、生まれる世界線違ったのからみたいな、もしかしたら私が二十歳になったら行けるようになるのかなみたいなっていう時期があったんですけど、それをね、どうにかを乗り越えないとやっていけないので、あの乗り越えて今があります。なぎくん、あー可愛いよね、なぎくん、うわー犬に見える。推しになると私犬に見えるんですよ。犬に見える現象が起きるんですけど、ブルーロックのみんなはみんな犬に見えちゃうから、みんな推しなんだと思います。まだ進んでんだ、ただいま帰り。わ、どうだった、よかった、大丈夫だった。都合のいい女、そう、今都合のいい女を求めてる本当に私が呼んだらすぐ来てくれる女を求めてます。誰かいませんか、誰か。寂しがり屋なんです、どうしてもどうしても寂しがり屋なんです。これは帰れないんです、寂しがり屋なんで。誰か、誰か、うう、友達の家の近くに引っ越さないと。そうだね、本当に許し合える友達と近くになりたいです。もう私がどんだけひも女でもいいって言ってくれる。パナコナさん、ありがとう。リンゴの初見さんなの、削ったのか抜いたのかと思ってた。削るの嫌だよね、神経痛いね。こんばんは、かぐいさん、かわいい。グループ、京都、いいね。ゆうかちゃんさん、初見さん、ありがとう。ギャンブルやったことないかも。あ、でもわかんない、ギャンブルってあれだ。なんかさ、スロットみたいなのさっき TikTok でお話で、トゥルルン、トゥン、トゥン、トゥンみたいな。あれちょっとやったことある。あれが掛け事になるのかわかんないけど。ちぎり、ひょうまやくし。ほんと？ちぎり。斉藤聡馬さんだっけ、声優さん確か。いい声してらっしゃるよね、お嬢ね、お嬢ね、お嬢、お嬢ね、お嬢、めでたいね、お嬢、あ、お嬢、綺麗なお嬢って。いや、もう横通ってほしい、もうこの目の前をこうスッて、はっ、はっ、髪サラサラ、いい匂いするみたいなこれマイクで話してるのやばい。ちょっと今ちょっとオタク全開です、ごめんなさい。そうそうそう、そう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 、ちょっと上に行っていくね。なぎ集約で言い換える、マジか、やば、スタブで売るマジか。あ、グロいいじゃん、グロいのいいよ、好きだよ。次元違う、そうそう、マイマイキュートさん、ピカピカリア、コナン、コナン、コナンのよシリがなんで、ヘイシリって言ったの。二次元、そうそうそう、二次元で行きたい。なんか二次元ってさ、なんかもう幸せ空間、すごいオタクなんですけど、今日ちょっとオタクのあれになりますね。あの本当になんか二次元って幸せなんですよ。もうなんかみんな
平和だし、いや平和じゃない世界もあるけど、なんか平和なとこ平和だし、裏切らないし、なんか別に裏切られたとかじゃないんですけど、なんか人間さ、もう三次元なんてもう欲深いじゃんみんな。だけどさ、欲深くないんだよ二次元って。ストレートなんですよ気持ちが。だから好きです、二次元が。同じ、あー嬉しい、そう言ってもらえると生きる価値になります。ブルロックの良さがわからないだと、それはね、なんでだ。見て違うなと思った。見て違うなと思ったら、それはもうね、どうも良さをっていうおすすめポイントにはちょっと言っても多分響かないと思うんですけど、まあね、まずね、もう暑いよね、さすがね。やっぱりスポーツといえば青春なんですよ。暑苦しいっていうのが一番いいんですよ。だけどやっぱね、そのね、ブルーロックはその、まあ、私サッカーやってないからわかんないんだけど、そのね、サッカー知らなくてもわーみたいな夢中になれるというか、だしやっぱり頑張ろうって、頑張ってる人を見るのって好きなんですよみんな基本。でしかもね、アイドルとか推してる人とか余計に。だからそういうのが好きな人ってやっぱね、頑張ってる様子を描かれてるアニメとか、しかもそれをさ、全キャラクター3次元だったらこの人この人しか描かれなかったりするじゃんみんな、するじゃん。だけどアニメはどの人にもちゃんとフォーカスを置いて、この人この人この人ってスポットライトを当ててくれるんですよ。だからみんな好きなんですよね。そうで、キャラクターもすごいね、根はいい子が多い。根はいい子っていうか、みんな表もいいし、でも表にちょっとなんかって感じの子でも裏ではいいとか、なんか本当に幸せなんですよ。そう、幸せなんですよ。だから幸せなんです。これがおすすめポイント。幸せです、幸せになれます。幸せになる、そう、幸せになる。そう、いいね、いいですね。あー、いいね。えしんどい、頑張って。 N 系女子ですか。はい、寂しがり屋です。もう本当に寂しがり屋、どうしようもないんですよ。今何時だろう、ちなみに。ひままりな、家でずっといるのは無理です。なんかもう存在意義がないってなっちゃうから。前のイヤホン、あ、マジ本当みんなイヤホンありがとね。もうね、ワイヤレスイヤホンも、普通の有線のイヤホンも届いたんですけど、めちゃくちゃ使わせていただいております。便利だね。なんか本当にイヤホンがあるとないとで世界が違うんだなと思いました。友達ね、分かる、断られてもいい、別に。あ、30分になった。あ、ごめん、なんか全然上見てなかった。誰もありがとね、レアルマドリッドさん。はい、まあてな感じでね、今日はここら辺で終わりたいと思います。じゃあランキング読みます。16位から16位、コーヒーミフさん、ありがとうございます。そして15位、 BPM さん、ありがとうございます。そして14位、レアルマドリッドさん、ありがとうございます。そして13位、平塚さん、ありがとうございます。時間何時だっけこれ、ちょっと待ってね。37番、やばいやばい、急がないと。14位、リアルメディッツさん、ありがとうございます。13位、平塚さん、ありがとうございます。12位、アイジさん、ありがとうございます。11位、マイフェさん、ありがとうございます。10位、松田さん、ありがとうございます。9位、トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。8位、アッサンさん、ありがとうございます。7位、グッドアスさん、ありがとうございます。6位、大輔さん、ありがとうございます。ごめんね、急ぎよ。5位、フェルナンドさん、ありがとうございます。4位、D3 さん、ありがとうございます。ここら壇上です。第3位、トマちゃんさん、ありがとうございます。第2位、島先生、ありがとうございます。そして今日のハルハヨル第1位は、デデ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 つねちゃんさんです。ありがとうございます。パチ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 。はい、ということでですね、ということでですね、今日はちょっとこの辺で終わっておきたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。皆さん、またお会いしましょうね。それではツインハーフツインテール配信でした。また写真撮ったら多分あげるから見てね。バイバーイ。ただ TikTok も撮ったんであげます。バイバーイ。おやすみ。ありがとうね。またね。また明日。